ヤッホー、 RKK の教育室カリーヌルークです。こんばんは。さあ本日は先週の続き、いろんなものでギターを弾く企画完結編ということで、前回の放送ではしゃもじで弾くことができたんですけども、ここからさらに難易度を上げたアイテムで演奏してもらいたいと思います。アシスタントは歌手の大村優衣さん、そしてギターを演奏するのはメタルバンドトカレフ侍宮城さん。で続いてはレベル3でございます、はい、レベル3はこちら、ピザカッター。わー、確かにこの子は多分ピザ以外で活躍したことないもんね。ピザを切った時点で活躍はしてるんですよ。新しいだが可能性を、はい、もしかしたらね。果たしてピックの代わりになるほどの活躍を見せることはできるか。レベル3のピザカッターお願いします。ピザカッターでも難なく成功。しかしこの角度、これ見ると弦がちょっと、そうですよね、ずれちゃってる。確かに確かに、うん、あ、ほんとだ、ね、やっぱカッターですよ。こう見えてもカッターなんですね。こう見えてもカッターです、やっぱり。そうやな、弦をカットしてますよ、やっぱり。ほんと、ね、さらにかためのスポンジ、鏡の鱗取りもクリア。ピザカッターでやられた弦が綺麗になりました。すごい綺麗になった。そんなことある、マジだ。綺麗になってる。さっきそこギザギザしてたもんね。確かに、ちゃんと考えて出してんだね。さすがです。すごいね、考えてるね。じゃあ最後こちら、うお、デンタルフロス。うわー、出た。来た来た来た。ギターのように弦が張っております。弦って言っちゃダメなんだけどね。バイオリン奏法っていうのもね、あのレッドセッペリンとかやったりとかしてるんで。おう、でもこっちが鳴っちゃうってことはないのか。こっちの音、こっちが鳴る、ギターに勝つっていう。あ、それではレベル5、デンタルフロスです。どうぞ。でギリギリクリア。ということでラストはこれまでのアイテムを全て使ってコメコメクラブを弾いていただく。ありがとうございました。すごい。ということでプロなら何を使っても弾ける。